どうも、泉圭介です。今日はね、僕は台湾に来ています。なんでね、台湾に僕今いるかっていうと、今日、台湾のフィズムの国内選考があるんですね。まあ、どんな感じなんだろうね。まあ、前回エリック・チェンがグランプリで、まあ、そのままホレットがね、受賞したりもしましたので、まあ、台湾からまたね、新しいスターがね、出てくるんじゃないかと僕はね、期待はしておりますよ。本当ね、日本人の方々ね、頑張っていただきたいんですけれども、まあ、じゃあなんで僕に台湾にいるんだって話なんだけど、まあ、それは置いといて、とりあえず僕ちょっとね、選考会ね、行ってきたいと思います。見てこれ今ね、T シャツ1枚ですよ。2月末に T シャツ1枚でいいっていうね。台湾ね、今めっちゃ暑いからね。やっぱね、すごい過ごしやすいね、2月末は。本当にね、いい感じ。ただね、夜はちょっと寒いんだけどね。救急車の、これ、すごいなんか、可愛いキャラクターがいる。さすがにちょっとなんか寒さを感じてきたから、ちょっと後でパーカー着るかな。やつがセブンにここで一旦入るよ。ああ、何買おうかね。まあといってもね、お茶とかはね、もうほとんど日本のと変わんないんだけれども、なんかこの紫のがちょっと美味しいらしいので1本買ってみよう。すごい読めないんだけれども、これ何なんだろうね。まああとはベタにこの日本っぽい、まあ、お茶、これにしようかな。あと写真撮影はすごく集中するので、ちょっと糖分が欲しいんだけれども、大体日本に売ってるのと変わんないんだよね。このフェットチーネグミとか、この辺とか買おうかな。あとはメントスかな。メントスもこれ、この辺でいいかな。そしてこんなところにすみっこ暮らしがかわいい。この人名ととこにいるんですけど、人名といえばね、これね、この金玉堂っていうのがね、名所なわけですよ。実はこれただの文房具屋さんらしいんだけれども、これなんか絵面的に面白いよね。普通の、本当に普通の文房具屋ではあります。何にも変わったところはないです。ほら、全然普通でしょ。でも上にはこうちゃんとね、金玉堂って書いてある。やばいよね。すごい、この入り口のこれ、めっちゃかっこいいんだけれども、今ぐるぐる回ってる。そしてこのね、自動押しボタンがね、ちゃんとこう日本語になってるっていうね。すごい。じゃじゃーん、レンズを借りに来ました。なんか台湾のそういうところらしいんだけれども、とりあえず今待ってる。撮影用のね、70-200 が欲しいので、多分あれだね、借りたけどね、今回そのためにね、このね、ヨーヨーさんの力を借りました。ありがとうね。台湾人もマスクしないとね。罰金よ、罰金。いやね、レンズ借りたんでね、今から会場に行きたいと思います。多分ここが近いのかどうかわかんないけど、行きたいんだけれども、まあ、今回その主催 TMA っていうので、このね、ヨーヨーさんがね、主催なわけですよ。今回、台湾何人ぐらいやるのか。全部で14。なんだけど、2人が出れない、出席で出れない、はい、でだから今日出るのは12。それ結果はいつ分かるの？今日終わってから30分とかじゃない？あ、そうそう、すぐ出れないあ、すぐ出れない表彰式とかあんの？ないない、あのね、もう終わって、最後の演者さん終わって、もう終わるのよ、うん、お客さん帰らせて、でネットで公表する。なるほどね、ネットで公表するんだね。そうそうそう。今日一番多分ね、すごい面白いのは、多分演者さん以外みんなマスクしてるからだから多分こう MC のところから見ると、もうみんなマスクしてる。こんなの多分ね、もう10年1回くらいかな、わかんないけど。だろうね、客席見渡したらみんなマスクしてるわけやろ。そう、着いたー、ここっぽい。あれ、ここなんか記憶にあるぞ。カバラじゃんカバラのとこに帰ってきた。まさかカバラのあの会場に帰ってくることになるとは。体温チェックされないね。OK です。 OK、 あざーす。 OK、 厳しい、しっかりしてるな。いや、であと名前残さないとね。なるほどね。リハーサルやっているっぽいので、ちょっとね、入っていきたいと思います。You know they gon' hate it, they ain't believe me. そして今回僕がねこのカメラをね新しく買ったのはこの堂々というこの男のせいですよ。この男にめっちゃおすすめされたから新しくカメラ買い替えたんだけれども、そのおかげで今全然金がないっていうこの男のせいですよね。日本語わかんないからね。日本語もわかんない。日本語も英語もわかんないからね実は。でね、今会場30分前です。まあ、ちょこちょこ人が集まってきだしました。でね、僕も一通りねリハーサル見たんですけれども、もう緊張感がすごいね。ここ一切見せられないんだけれども、すごいピリピリした感じになってて、TMAアジアに向けたねもう最終調整を皆さんしているんじゃないでしょうかね。あと30分で始まります。何？すごい下で医学生が一人一人体温を測ってる。すげえ。でこう体温測らないと入れないわけだね。すげえ。体温検査終わったエリックがいるよ。このお二人をね、この動画見ている皆さんはどこまで知っているかどうかわかんないけれども、昔にね、ビンプ行った時にね、この二人がね、こういたわけですよ。シャオハンと、ホンダラハとチェンジンホンね。なんでホレットはマスクをしてないの？買えなかったの？フィズムチャンピオンなのにマスク買えなかったの？そう、マスク持ってない人はね、運営からね、支給されるので、まあ、それでつけられるんだけれども、まさか、ホレットノーマスクか。ああ疲れた。皆さん本当お疲れ様です。いやー本当にすごかった。めっちゃ楽しかった。そして今回運営のリンゴアンティン、お疲れ。シンクーラー他手上拿一个什么东西？え、何お、バツです。ホクロ OK。 疲れたよ。いやー一日お疲れ様です。いや、ほんとね、今回ね、台湾選考会、めちゃくちゃ良かったですよ。ほんとね、本当に良かった。僕ね、来て良かったです。もう友達に会えたっていうのもそうだし、もうね、友人のね、もう演技もそうだし、知らない人の演技もね、こう見れてね、うわーってなりましたね。いや、本当にレベルが高かったので、またね、今年の11月ですか、韓国のTMAアジアの本戦でね、みんな会えるのね、楽しみにしておりますよ。まあ、この動画がね、皆さん的にどこまで需要があるかどうかわかんないけれども、まあ、僕としてはね、こう、一仕事を終えて、こう、みんなの役に立てたので、良かったかなとは思っております。まあ、こんな感じのビデオブログもたまにはいいんじゃないですかね。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければ、高評価、あとコメントとチャンネル登録お待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。ありがとうございました。イエイ。